神戸市立東妻小学校のいじめ教師4人衆がですね、今回謝罪文を発表しました。ところがこの謝罪文がですね、本当にもう反省してないのが見え見えです。もう突っ込んでほしくて書いたのか、世論を敵に回そうとして書いてるとしか思えません。早速4通のうち2通を紹介してみたいと思いますね。1本目がこれ、30代男性教員 A。 クックミディひげいくいを定説に添えてくられたグキズクの峰瀬で、このたびはこのようなあってはならない事態を引き起こしてしまい大変申し訳ありません。グキズクの峰様に直接お会いして謝罪の辞を述べさせていただきたいと思います。もうここもツッコミどころ満載ですね。まず謝るのはよ、家族じゃなくて被害者だろ。何言ってんだこいつ。で、謝罪の辞を述べさせていただきたいと思いますって、謝ってんだったら頭下げてるわけだから、そこはね、謙譲語使いなさいよって話でしょ。謙譲語も使えない国語を教えてる教師ってどうよ。で、これ続きなんだけどね、東爪中の保護者の皆様、そして子供たちにお詫びをしなければいけませんって書いたのね。で、結局この文章を全部見てもね、被害者に謝るという文言が一言もないんですね。これは驚きましたよ。で、こういう文章を読んでて分かったのがね、結局この30代男性教員 A はですね、プライドが高いんでしょうね。で、その被害者教員に頭下げる気ないんですよ。で、それでいて、中身が伴ってないというかね、謙譲語も敬語も使えないってね、教師でありながら、国語とか教えてるんでしょ、だって。で、それが使えてないというね、その中身が伴ってないというかね、教師としての能力も低いんだろうし、きっと。その性格も、まあ中身も、まあ、だいぶスカスカな人間だということが、よくこの文章から伝わってきますよね。で、もう一本目、こう行きましょうか。これは主会と言われる、その女帝ですね。この人ももうね、なかなかですよ。さすがですよ、これは。2分目から行きましょうか。子供たちを精一杯愛してきたつもりですが、他の職員を傷つけることになり、子供たちの前に出られなくなり、申し訳ありませんって、そこかよ。こういういじめをやる教員はね、子供の前に出しちゃいけないんだよ。だから子供たちの前に出られなくなり、申し訳ありませんじゃなくて、今まで子供たちの前に教壇で立ってて申し訳ありませんが正しいんだと思うよ。いじめでもやっちゃいけないという教えるのが教員の仕事ですからね。これは寿司屋に例えるならばね、つけばでね、客の前でね、鼻くそほじりながら寿司握ってる職人をね、出してるようなもんなんですよ。そんなの出しちゃいけないんです。だから、出られなくなり申し訳ありませんじゃない。出られなくなって正解なの。で、被害教員のこともちょっと触れておりましてね、2段落目の、そうですね、3分目から行きましょうか。被害教員には自分の思いがあって接していたつもりです。どういう思いなんだろうね。自分の行動が間違っていることに気づけず、彼が苦しんでいる姿を見ることは、可愛がってきただけに本当に辛いですって嘘つけ、この野郎。こいつの言う可愛がりってのはあれなんだろうな、昔の時津風部屋の相撲のね、可愛がりなんだよ。要するに暴力。それで気づかず彼が苦しんでる姿を見ることは本当に辛いですとか、苦しんでるところビデオに撮ってたじゃねえかよ。言ってんこととやってんことが違うじゃねえかって。で、そこんだけ尻滅裂なこと言っときながら最後こうやって自分でオチもつけとくんですね。どうなっているのかとずっと思ってます。どうなっているのかはお前の頭の中で本当に。こういう風にですね、こう笑わせてくれる文章を書くんですね。いや、なんかちょっと見ててね、昔婚活殺人で死刑判決食らったね、木島かなえ死刑囚の手記を読んだことあるんだけど、このね、なんか自分でやっておきながら他人事っぽく書くところはね、よく似てるなと思いましたね。はい。このようにですね、いじめをやるようなやつはですね、もう文章からでももうろくでもない人間だってことがよく出てます。